はい、どうも、アメキャッツです。今回は、すすの猫ニキビ治療のお話です。まあ、今までいろいろと考えられる原因を調べては、対策を取ってきましたが、結局は未だに治ってません。今は週に1回、顎をきれいに拭いて消毒していますが、それが結構大変なんです。やはり毛が伸びてくると患部を拭いても毛の奥にある黒いつぶつぶが取れづらくなるし、消毒しても皮膚に届きにくいんです。また病院に連れて行ってバリカンで飼ってもらうのもすずがかわいそうだし。そしたらある視聴者さんのコメントで、うちの子は自宅でハサミを使ってカットしてるよという方がいたので、すずの顎も小顎はカットしてみたんです。最初は皮膚を挟んでしまいそうで怖かったんですが、何度かするうちに慣れてきました。最近は月に1回くらいのペースでカットしてますよ。それでは、すずの顎の毛をカットしている様子をご覧ください。このように毛を短くすることで雑菌の繁殖を抑えることもできるかもしれませんね。そして黒いつぶつぶの除去も毛があるのとないのとでは全然取れ方が違います。最後はイソジン消毒液を希釈してコットンでふきふきして終わりです。すずはカットしている時も消毒している時もおとなしいのでまだ助かっていますが、これがココだったら大変。暴れてしまう猫ちゃんもいると思うので十分気をつけてくださいね。でもいい加減に治ってほしい。この動画を気に入ってくださったら、ぜひグッドボタンを、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。